確かに履行されました。確かに履行されました。分かってきたようですね。確かな魂の形、交換の言葉で言えば自我なるもの、それは愛情と教育によって初めて形を持つものです。そのどちらかが欠落すると、人は容易に自らの魂を喪失する。自分を持たぬ者に他者を愛することはできません。魂を見失った者にはまずそれを作ってあげるのです。支配と戒めによって魂の形を、その時初めて彼らは人を愛せるようになる。支配者が与えた魂、霊俗者の捧げる忠誠、これが主従の愛です。教育システムなど存在しなかった中世では、この形こそがごく普通の愛でした。それほど人の心は脆く、儚い。誰もが対等に他者を愛せるなどという考えは、単なる人の傲慢。もう十分に。
私のお手伝いすることはもうありません。彼女はあなたに委ねます。存分に愛を育んでください。主従の愛。お供いたします。はい。かしこまりました、ご主人様。今のが初めてです。はい。
理ができることになったんで、荷物の整理をしてました。ドクターは日本に帰らないんですか？そうなんですか。じゃあ私お手紙書きます。申し訳ありません。少しお待ちいただけないでしょうか？それは。私なんだい先生、俺はもうここを出てくんだ。ほっといてくれよ。へっ、心配しなさんな。明日にはもういねえからよ。あの、申し訳ありません。そうですね。私はご主人様と一緒ならどこにでも行きます。私も残ります。Thank you.
少々お待ちください。
今日のご予定はどうなさいますか？お買い物ですね。はい、電話しておきます。これなんかどうでしょう。また探検を？お買い物の予定は？はあ、音もいたします。